映画今日は見てません。今日はひどい一日でしたね。起きたら夕方だったんだよ。やばいよね、本当に。終わってる。ADA さんのファンレベルが上がりましたと。見ないかもね。読み方合ってんかな。ちゃんと食べれてる？うん、食べた。家にいるのに食べ過ぎてるから、ちょっと大阪公演までにちゃんと食生活を戻さないとなって思いながら思ってるだけです思ってるだけです。なんか一学期も どんだけ寝てんねんってな。ほんまやで、起きてないんだもん。だって今日一日で水分を初めて取ったのが夕方の4時ぐらいかな。3キロ痩せたのは戻っちゃったの。いや、それがね、戻らずで、で、あー、4キロだわ、痩せたの。だからね、こっからね、ちょっと食べたら戻っちゃうんじゃないかと思って、怖くて仕方ない。怖くて仕方ねえよ。こんばんは。普段あんまり水分取らない方なの？いや、だから、いや、起きたのが夕方だったからそんな時間になったんですよね、結局ね。大丈夫、今お茶あるから、ここに。うん、大丈夫大丈夫。もうビビビビビオロゲンさんのファンレベルが上がりました。ビネッチ応援隊になったって。たまにはコメントしてあー、起きたのが遅かった結果論。あ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。いや、でも本当に一瞬昼頃にはーって目覚めて、私携帯を見たら起きるんですけど、こうこうやって寝ながらさ、布団の周りこうやって触った時に携帯見当たらなくて、じゃあもういいわと思ってもう一回寝たんですよね。それで前ね、夕方のね5時に起きたことがある。携帯ないこと諦めて、で何時かも分かんない、萌えはね寝ようと思って、そこで起きなきゃダメなんだよね。でたまに携帯見当たらないときは枕元にスイッチ置いてるんですよ。あの携帯じゃない、ゲーム機のスイッチって、時間が書いてあるから、うん、それで、あ、何時かって見たりする。
携帯没収されちゃったら起きれないね。うん、起きない、起きる意味がなくなっちゃうからだいたい朝じゃない、まあ、起きて誰かから LINE が来てたら私めちゃくちゃ嬉しいの、誰かから。でもだいたい公式なんだよね。それがちょっとね、なんかいや公式かい、全部通知すごいね、いつも20何件とか。そう、じゃあ教えてください面白いこと言うね、おもろいコメント好きコメント常連か、そうじゃないかもちゃんと、いや把握はしてないけどあんま見ないなって思うことは、あとはいつもしてくれてるなとか、こんだけ毎日配信してたらなんとなくわかりますよ。やっと最終日に滑り込めました。おお、そうだ、リセットされちゃうね、もうすぐでね。 Wow You look so pretty。 あ、可愛いって言ってくれてるやん。 The longer I see you You become pretty って書いてんかな。 Your voice is so cute。うん、声も可愛いってWhat are you talking about? That sound fun。 That sound fun。 え、めっちゃどういう意味か気になる。 Thank you You smile make me smile。 あ、also ってどういう意味？来週グッドじゃないのよおもろい。英語は喋れないよ。日本語で限界お久しぶりです。テスト期間やけんのぞけんかった。火曜からです。え、まだ休みじゃないんだ。テストはあるんだ。高校生大学生どっち？マジで久しぶりやな。オールでスプラトゥーンはしてないけど、3時半ぐらいまでやってたかも。寝られるって若いな。そうなの？私もそこまで寝たいわけじゃないんだよ。うん、けど寝ちゃうの。大学で第二国語は何か学んだの？英語と中国語をやったんですよ。で、中国語のね、教材がね、どっかにあるんよ。どっかにあるんだけどさ、つぶい、キュート、今日もかわいい。あ、今日もかわいい。ありがとう。そう、どっかに、多分ここに入ってる気がする。いや、こっちかな。どこで配信してんねんって思うよな。ごめんごめん。でもね、多分入ってんの。でもうさ、正直言って使わないじゃないですか。だからさ、捨てようかなとも思ったんだけどさ、いやでもいつか中国語やりたいってなんか思うかなって思ったり捨て、そうそう、だからね、捨てれない。本当に私と一切関係ない人に、私のことは全く知らない人に断捨離をお願いしてみたい。全く私を知らない人からして、これを必要とするかしないか、それで諦めがつくかもしれないしさ。
何勝何敗やった。あ、夜中ね、あの久しぶりにガチマッチじゃなくて縄張りバトルをしたんですよ。何？色をインクを塗り合うゲームなんだけど、何回対戦したっかな私。1勝10敗ぐらいしてやばくない？私自分でドン引きしたんだよね。まあ圧倒的に私は倒してる回数は多いんですよ、めちゃくちゃ。だから、まあ、仲間のせいにしますが、ちょっと、負けすぎて笑けてきて、で、まあ夜中の2時3時とかだったから、集まる人ももう大体ずっと一緒なの。ずっと一緒だからさ、私とチームになった人は毎回漏れなく負けるっていう、なんか負のループに入り続けてしまって、ちょっとね、いや仲間のせいにしますよ。で、今日この配信前10時台か10時11時台ずっとそうスプラトゥーンやってて、それはガチエリア、昨日夜中やってたバトルと違うやつをやってたんだけど、あまりにも勝ちすぎてびっくりした。ずっと勝ってた。何勝したか数えればよかった。そう、お気に入りの武器使ってしっかり負けたんですよね。もうちょっと本当に、いや、ムラがありすぎるよね私ね。よっしゃ、私がいれば大丈夫だぞって思っても、一人がどんだけ強くても3人がポンコツだったらダメってきっと向こうも思ってる。第二外国語、ドイツ語でした。おい、ドイツ語、あ、フランス語いらない、テキストと辞書は大事に取ってるよ。ドイツ語とフランス語も確かにあったかもな。でもなぜか中国語にしました。中国語の話、なら私の名前ピンインのダーダーガーでしょ。4と1、あーごめん、もう覚えてない、覚えてないよ。なんかもう初期の何、なんとなく文法とか見て、あ、なんとなくわかるんだけど、文法はね、喋れないよ、喋れないし、発音なんてもっとわかる。深夜帯はオンラインゲームにガチ勢が集う。ガチ勢だ。え、そうで、だからレベルも私が一番高かったのよ。私今結局なんだかんだで、レベルが80ぐらいになったのね。で、ナーバリバトルってランクっていうか、レベルが低い時は最初それしか遊べないの。だからレベル1とかレベル3のウブなイカちゃんたちの集まりが結構多くて、そんなこんなでダメでしたね。全然私がいれば大丈夫って私も思ってるし、きっとウブなイカちゃんたちも思ってるはずなんだけど、私と同じチームになると漏れなく負けるっていう、申し訳なかったね。
今のランクは A- とか B+ を行ったり来たり、 S にはたどり着けんくなってもった。大間さんかわいい、ありがとう。かわいいって、大間さんもかわいいで、ブフ。土曜日はいろいろな場所で花火大会がありました。あ、そうなん、知らんかった。もう8月になりますね。うん、パンの仕事してるとフランス語とドイツ語は分かってきます。そうなの、どうしてどうして。ね、専門科目の中でも外国語の専門書を読む外書講読というやつがあった。何それ、聞いたことない。うーん、そんな専門書があったの。大政くん、バラありがとう。バラありがとう。ファンレベル上がったってさ、おめでとうございます。いつもありがとう。リナッチのアバター、イカじゃなかったっけ、タコだっけ、なんかイカとタコがあるんだよね。でも私イカだと思うけど。ああ、スプラトゥーン3予約しなきゃ。三重県は2つ花火大会、クワナでやってる、つ、そう、花火大会何も調べてないわ、何も調べてないし、多分近所でも行かないかも。大間さ、タコはいらないよ。ほら、おる、タコ。タコいらん。けど、ありがとうございます。イカもタコも嫌いだけど、スプラトゥーンは大好き。外国の研究者が書いた論文を読めるようになるために読んでたの？えらい。うわー、すごい。そう。すごいね。そう、やっぱさ、なんでタコのさギフトがあるのにさ、いや、タコがあるならイカがあるっていう考えもまあおかしいんだけど、そもそもなんでタコがいるんだろう、そもそもな。ジュラシックワールドは今回で終わりなん、どうなんでしょう、あのシリーズはね。結局今日は行きませんでした。うん、最近やっと顔のむくみ取れたの。今日めっちゃ寝たのに。クロワッサンはフランスではなくオーストリアのパンだよ。オーストリア、オーストリアなの。うん、オーストリア行ったことないし、行く予定もないし、どこにあるかもわからない。ごめん、オーストリア。お、フォローしてくれた人がいる。どうも。よかったらコメントしてください。なんなんタコリーナって意味わからん。なんか話そうと思ったのに忘れた。あ、思い出した。あのさ、9点でさ、コンタクト買ってんやんか。
私さ、いつ注文したっけ、一昨日ぐらいだよね、昨日の夜中じゃない気がする。そう、もう届いたんだよ。すごくない？めちゃくちゃ早いんだけど、もう届いたのコンタクトレンズが。大阪公演の心配がなくなりました。今だから2ヶ月分とりあえずある。そう、ワンデーの、そうそう、ワンデーのクリアコンタクトレンズと、あと一応カラコンも買ってみた。友達と遊ぶ予定ないけど。そう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 、だからあれですね、9点の速さ異常ですわ。びっくりした。もう届いたの？タコリーナは動物の森のキャラクター。そんなんあるん？後で調べよう。リセットさんとしずえぐらいしかわからんわ私。あとタヌキ。度数は、うん、間違いないですね。いやー、でももうちょっと悪い可能性もあるけど、まあ今ので問題ないからいいかなって感じほんまちゃんとしてなあかんねんけどな、もっとなんか多分卵子が入ってるみたいなことを言われたから、言われたことがあるから、なんかあるじゃないですか、卵子用のコンタクトとか。本当は眼科とかコンタクトレンズ屋さん行って、ちょっと高いやつちょっと高いやつを多分買ったらまた変わるんかな。けどね、今ので問題ないというか、なんか違和感感じるとかじゃないから、まあちゃんとせなあかんよは分かってるんやけど、ちゃんとせなあかんのは分かってんねんけど現状で大丈夫やからそれでいいかって思ってます。はい、40過ぎたら老眼が出てきたよ、こうなるやつですねもうそれはもう車内道やろ、絶対あるんでしょそれは。もうね、老眼鏡を買うなりして快適な生活を送ってください。姫がカラコンつけると美人度5倍増し。それな、たまに合わないカラコンもあるけどね、なんか似合ってないなみたいな、たまにある。乱視が入ると合わせるのが難しくなる。そうなのよ、たまにね、うん、意識せずになんかピント合わせるのに時間がかかるみたいな。そう、自分からぼかすことができるんじゃなくて自然とあれみたいな。そうそうそう、乱視って多分そういうことだよね。乱視入ってますねって言われたから心当たりあるかなと思ったら、うん、心当たりあるからさ。ナベッチのファンレベルが上がりましたですって。いつもありがとうございます。ありがとう、おめでとう。初訪問がちらほら来る。大した話してないですよ何分までやろうかな。
二重三重にものが見える。そうね、こう、そうそう、見てて、あれー、深夜の雑談配信だもんね。そうそう、三角座りしながら喋ってます。なんてことない話をずっと。で今何時までやろうかなって、あと何分やろうかなって考えてるところ。最近ポニーテールすることにハマってるね。ポニーテールだいぶ長く重い髪の毛になってきましたわ。2年かけて2020年の6月に切ったんで、やっとここまで来た。三角座り可愛いんだよな。なんでやろう、わかる、なんでやろうな。キュッてなってるからじゃん。お、ひまわりのヘアゴム気づいた。どうしたらわかる？そう、夏組だからさ。夏組なんで、夏組意識高い系女子で、ええ。こんなことするの私ぐらいしかおらんよけど大阪公演も持っていこうかな、ひまわり。間に合った。あ、どうも、いらっしゃい。似合う。あ、大賀さんありがとう。ひまわり似合うかい？あのよくさ、幼稚園とか、まあ小学校低学年ぐらいかなの子がさ、買うような雑貨屋さんあるじゃないですか。そう、たまに行くのよ。可愛いヘアゴムいっぱい売ってるから。ここにもだからね、そう、幼稚園の頃とかに買ってもらったヘアゴムとかいっぱいあってさ、これは海遊館で小学生の頃に買ってもらったペンギンのヘアゴムです これは幼稚園の頃に買って、いまだに謎の水が入っててきっと危ないヘアゴム、めっちゃあるんよな。これはきっとそういう雑貨屋さんで買ったヘアゴム。これは初めてユニバに行った時に買ってもらったヘアゴム。絡まってますけど、これは幼稚園の頃かな。メゾピアノのヘアゴムです。あとはこれは幼稚園の時に買ってもらったヘアピン。完全にちびっこ用ですよね。風鈴かわいいっしょ。あー、これも幼稚園の頃に買ってもらった危ない、もう謎の液体が入ってるヘアゴムですね。もう伸びきってますね。そんなもんかな。
これでもだいぶ断捨離した方ですが、でもこれも可愛いんだけど、これ100均なんだよ。これもちっちゃい頃に買ってもらった。これメゾピアノだから、幼稚園の頃なんだ。そうだ、こんな感じでね、私これも謎だけど、そうヘアゴムがいっぱいあるんだよね。でだからまあちっちゃい頃にさ、そのママと雑貨屋さんに行って選んだりとかしたこのヘアゴムたち、やっぱ思い入れがある、捨てれないんだよね。でだからそう、ちっちゃい頃からずっとポニーテール、そうずっとポニーテールしてたから、ツインテールじゃなくてずっとポニーテールしてた。だからこのタイプのヘアゴムが溜まりまくってますわ。でね、今でもこのタイプ売ってんだよ、いっぱい。時代は変わってもこういうのはずっと残ってる。この文化はなくならず、うん。でこれを買ったね。ゴムを変えて手帳やノートを留めるゴムにしてみる。あり、悪くないね。確かに。それとかメゾピアノ絶対ちょっと高いやつ、絶対ちょっと高いやつだからいいゴムだし、装飾もいっぱいついてるし、きっと金色だったんだろうな。あとディズニープリンセスアイラッシュっていう謎のつけまつげも、この私のポーチの中に入ってます。お、ここにもつけまつげがある。めっちゃつけまつげ持ってる。つけたことないよこの辺。今度これつけてみるか。でもどう考えても長いよね。あ、メゾピアノ、ベリーちゃん。お、ベリーちゃん知ってるん。ベリーちゃん、ベリーちゃんついてるやつあったよね、さっき。そう、いちごのキャラクター。いちごじゃない、あの、いちごじゃなくてあれ。どっか行っちゃった。うさぎのね、マイメロみたいな。それ言ったらあかんか、マイメロみたい。幼稚園の頃のヘアゴム。だいぶ劣化はしてんじゃない？だから、使ってない。大間さん尊い、ありがとう。尊いって。そんなようなつけまつげをダイソーで見たことがある。うん、ダイソーの方が豊富でいっぱいいろいろ売ってんじゃない。けど個人的に思うのは、このここのさ、接着するところがさ、わあ、大間さんから可愛いがいっぱい届いた。ありがとう、おまさん。何時までしよう。あと10分喋れそう。1時までな。そう、接着のとこがさ、黒。黒なのはね、あの、馴染まないからね。好きじゃないんだよ。きっとこれ、バレエとかやってた時の、やる時に使うために買ったんじゃない？こっちは透明だから使えそう。そう、でも私はシーンで、あの、つけまかったから、それをつけるのを楽しみにしてるのよ、私は。めちゃくちゃ楽しみにしてる。上手につけれるかな？つけまつげはどこに接着するん？
おもろい質問。ここのキワキワにつけるんだと思います。つけれるんかな、上手に。このさ、松井くんがまだご健在といいますか、いるんですよね。結構しっかり、特に左目にめっちゃいるんだよ。つけまじゃなくて何、まつえく。シーンは8月になったら届くっぽい。うん、右だけがどんどんね寂しくなってくの。もうこの辺とか地まつげしかいない、そういうことなんだね。まつエクが取れるとめんどくさいって。ウェイ、大葉さんスイカありがとう。スイカ食べたくなるじゃねえか、ありがとう。あ、1位で即位されてるわ。年代物のつけまつげ、接着剤、粘着剤が劣化してたらつけたら目がかゆくなるかも。それは危険だな。やっぱ新しいの使おう。これはさよならするしかないね。ね、男ですがまつげ長すぎて女の人からよく羨ましがられます。いいじゃん、まつげ長くて。確かにな、よくまつげ美容液これが伸びるみたいなとか美容赤がめっちゃ言ってるもんな。私もね、何度かねまつげ美容液注文をさ塗ってみたりするんだけどさ、忘れちゃうんだよ。つい忘れてそのままにしちゃって、使わなくて結局効果あんだかないんだか分かんないみたいな。そうそうそう、やっちゃうんですね。まつえく、うん、自然と取れますね。なんかやっぱり何、粘着接着がやっぱ弱くなってくるというか。うん、けどなんかここはあって洗えないのはめっちゃストレスかもしれない。うん、ずっとまぶたに気使いながら顔洗ったりせなあかんからちょっとめんどくさいね。けどなんかすごい顔がずっとはっきりして見えるから。つけまつげってなんでつける、だって。ね、お目目パッチリさせるため。私の場合なぜ今つけたいかっていうと、なんかまつげがすぐ下がるんですよね、上げても。前はそんなことなかったはずなんやけど、なんかね調子が悪くて、だからそもそもまつエクをしたんですが、でまつエクが取れてきて、だいぶ、まあ、また付け替えるのもいいんだけど、ちょっと、ま、つけまつげというものにチャレンジしてみようと思って。うん、だからそうつけてみようかなって思ったのさ。上手につけれんのかな、楽しみやな。大政のファンレベルが上がりました、いつもありがとう、おめでとうございます。ナベッチのファンレベルも上がったってさ、いつもありがとうございます。まつげ美容液頭に塗ったらどうなるかな。え、どうなるんやろう。確かに
まつげのさ毛根についてはさようわからんもんな。髪の毛みたいにさ必ず伸びるみたいな、その辺がちょっとわからんけど、ずっとさなんか分けてるからかさ若干なんか若干ここの分け目が前よりはっきりしたような気がするんよな。なんかこうやった時になんか薄いような気もせんでもない。伸びたね。うん、顔洗っても、うん、別にそんなねがっつり取れるってわけじゃない、まだくっついてるから。つけまつげ接着が取れて半分ベロンってなってるの見たことあるわそうだよ、それだったら困るじゃん、それだったら困るから、そうだからちゃんと練習しておきたい。嫌だよね嫌やわそれなったら。かっちりすると可愛いからか。なるほど、うん、そう、やっぱさ印象変わるんだよ、全然違うんだよ、まつげがパッて上がってんのとそうじゃないのと。だって今だってさ何もしてないのにさ、やっぱちょっとパラッパッパッってなってるから、うん、つけまつげどうせやるならギャルッチになってみよう、いいね。でもさ自分がどんだけさ濃いと思ってもやっぱ本当のギャルの人たちのそのメイクの濃さにはたどり着けん。ギャルの友達おるからその子に頼むか。元気かな、まだギャルかなこんばんは、どうもいらっしゃいませ。松井くって聞こえて育成してるのかと思った。あ、でも美容液とかさ塗って伸ばそうとしてる人は松井くって言ってんじゃない？あ、まつげエクステです。メイクした目とメイクしてない目今度見せて。分かった見せるわ。全然違うと思う。全然違うってことないか、けど違いは分かると思う。やっぱパッチリしてるから、アイシャドウね、色ちょっとのせるだけで。こんばんは、ジマさん、どうもいらっしゃいませ。よかったらまたコメントしてください。うん、本物ギャルが嫉妬する可愛さ。でも濃いメイクは似合うと思う。うん、だってほらつけまつげ、私つけまつげじゃない、まつげエクスって私40本やったっけしかつけてないけど、多分ギャルは80本ずつつけたりとか、60分ずつかとか、量が多いと。うん、ギャルともいるの意外やわそうなんですよ、いるんですよ私。あ、会えてないけど今度会おう、秋に会おう。あの大学の時の友達で学籍番号がたまたま一個違いってだけで仲良くなって、そのギャル特有の明るさとか私にはないなんかフレンドリーさがすごいなって、うん、めっちゃ元気なんですよね。夏明けると毎年真っ黒に焦げてさどこ行ってきたんって
四国極楽丸さんのファンレベルが上がりました。はーい、いつもありがとう。最強の濃いメイクはいつした？過去にあれですね、吉本100周年物語みたいな、うん、舞台研究生の時にやって、それでかな、その時にほんとつけまつけバサーつけて、私の記憶はそれだわ。うん、10年以上前だ。10年前。日焼けサロンじゃなくてマジで海外とか毎年行って帰ってくるね。どこおるんって言ったらどこどこって、だからツイッターに、あ、1時過ぎてるわ。ツイッターにさ、稽古期間に顔なしの靴下乗せたじゃないですか、私。あの靴下、そのギャルの友達がくれて、リナお土産っつってあ、グッバイギターの時のメイク、あ、確かにあれ濃かったね。あれつけた気がする。あれめっちゃ可愛いよな、あの私めっちゃ可愛いよな、わかる。ちょっとお姉さんっぽくてあれ好きやわ。あれは8月だったかな、2015年の7月かな、どっちかな。さ、ランキングを読みたいと思います。いきます。13位マッキーさん、12位ケトケトさん、11位ホリッチくん、10位シノさん、9位コーナーさん、8位コラコラさん、7位ビジーチェンジさん、6位博多の山さん、5位ひとよさん、4位ビビビビヨロゲンさん、3位ヨシアキくん、1位が大間さんでした。どうもありがとうございます。ありがとう、みんないつもありがとうございますリナお土産わざわざ私にそんなお土産なんてええのにっつって、やっぱね、絵文字とかもめっちゃギャルいし、文字もギャルだし、あれはすごいよ。なりたくてもようなれん、むずいでも割と最初の方にもリナーって呼んでくれて嬉しかったな。ほな、また会いましょう。お元気で。バイバーイ。